夜に散歩ですか。それが僕の仕事ですから。自由にしていても構わないとお伝えしましたが、夜の行動は控えてください。闇に紛れて七星士たちがあなたを奪い返しに来るかもしれませんし。何か目的があるのですか。僕のことがですか。僕の心配をするなんて変わった方ですね。夜風は身に染みます。体が冷えないうちにお戻りなさい。
今は話すことはありません。今日一日は指定の天幕に入って、そこから出ないようにしてください。答える義務はありません。いいですか。あなたは人質です。いざという時は巫女七聖子を倒すための手駒になってもらいます。あなたができるできないではなく、僕がするんです。入りますよ。一緒に来てください。事情が変わりました。人質にはしません。いいですか。もうすぐここは戦場になります。数名の者をつけるので、あなたはここから苦闘国に逃げてください。残念ですが、七聖子たちではありません。来るのは死に様。早く早く、もう来ちゃったよ。予定より随分と早い行動でした。安心してよ、マリコ。俺がいるからさ。では、仕方がありません。
マリコは僕のそばから離れないでください。第五教団ですよ。もちろん狙いはあなたです。そうだとしたらどうする気ですか。おかしいですね。第五教団と我々は協調体制にあると思っていました。まだ気がつかないのですか。それは拒否というのですよ。マリコ、俺もだ。渡さないぞ。いいでしょう。我が主、覇警様よりお預かりした大軍、あなたたちのような不穏なものが混じっていた。なかったことにしましょう。神義様、こいつら殺していい？ええ、今日は好きなだけ働いてください。殺していいってさ。お前ら殺しちゃうぞ。マリコ、あなたは危ないので下がっていてください。
そばから離れないようにしてください。マリコ、離れないで。じゃないと、マリコも殺しちゃうかもしれないからさ。さて、あなたには聞きたいことがあります。素直に答えるなら、処分を考えましょう。巫女を手に入れて、あなたたちは何をしようとしていたのですか？やはりそうでしたか。常々あなたたちの行動は裏があると思っていましたよ。残念ですが、その行為は覇警様を裏切るものです。修羅、処分を。残念だったね。
これ簡単なことさ。第五教団が神義様を裏切ったってことだよ。マリコを手に入れて詩人以外の神様を呼ぼうとしたんだ。ところでシュラ、あなたはどうなのですか？あなたは教団の手の者ということはありませんか？俺もしそうでも教団より神義様のそばにいたい。でもマリコも一緒だともっと嬉しいんだけどな。